指指は一般的に人間の体の一部で手や足の末端部にあると市粒で中に関節のある骨格を含む人が日常的に使う部位だけに様々な意味合いを持つ言葉に発展し関用区でも多用されている相当な構造は獅子動物全般に見られ獅子の形成の初期から存在するものである山和言葉としての指は手足両方を指すが 漢字の指は手辺がついていることからもわかる通り、本来は手の指を意味する。英語などのゲルマン語や中国語では手の指と足の指を区別する。フィンガーと等、フィンガーとゼヘ、シュシと足シ,シなど。英語では日本語の指と同様に親指を含めてフィンガーと呼ぶ場合と、親指を除いた4本のみをフィンガーとする場合がある。日本語でも 医学用語では、指と、詩を区別する。一方、普通、同意ッっニシ、デド、イ、ジトなどは、指と、同様、手足ともに用いられる。指はそれを所有する人間、動物によっては、構成要素や構造が様々であり、その機能に見合った生活をしている。基本的には詩詞を持つ、脊椎動物に存在するもので、それ以外の動物の場合、 類似の構造をこう呼ぶ場合があるが、普遍性のあるものはない。人を含め左右の手あるいは腕や足にそれぞれ、生物固有の本数と形状で備わり、付属器官として、爪、指紋、外分泌器などがあり、外部への攻撃や物の恥、触覚、歩行における、体重移動の補助器官などとして働く。形態学的に指は、多くの関節と腱と筋肉から構成され、 複雑な動きに耐えるものが多い。また、その先端には角質化した爪があり、これも様々な形があって、指の働きを補助する。霊長類、人の手の皮膚は、向け側と有毛側とで蘇生されており、共通して、手のひらは、向け側、手の甲は、有毛側である。向け側には、高い密度で触覚に関する感覚細胞が配置し、敏感な触覚器となっている。 向け側は独特の皮膚紋を持ち、指のそれを指紋と呼んでいる。動物の種によって、また生まれついての突然変異によって、指の本数は変わってくる。人の指の数は一つの手足に対して五本である。それ以外は、奇形として扱われ、多子症、合わせ指症、血死症などの名称で呼ばれている。また、指先の長さが短いものも、単指症という奇形であり、 オルブライト遺伝性骨異栄養症などの影響によって特に手の親指の爪が足の親指と同じ形状となって現れる。動物の指の数は進化の分岐とともに分かれ種によって指の本数が異なる。玉、ひずめめは第三子、第四子が発達し、たわ、体下、木、ひずめめとされる馬は第三子のみ発達し、たわ体下。鳥類はダチョウが二本の指で、 走行を重とした機能を果たしている。それに対したの鳥の多くが4本指で前後逆向きについており、指で物を挟むことができるようになっている。パンダは5本に加え、コブが1本あり、指が6本あるように見える。犬は親指の爪は狼爪と呼んでいる。バクは全身4本格子3本、サイは3本と種によって指の本数は大きく変わる。 獅子は、魚類から両生類が進化する過程において、胸びれと腹びれ、いわゆる体びれを支える、殻の部分から発達したものである。その際、その外側に配置した骨から生じたのが指である。これは、足が地面をかく、際の引っかかりになるように発達したものであろう。ごく初期の両生類においては、5本より多くの指を持つ例がいくつか知られているが、 この時期に次第に整理され、最終的には前後とも5本の指があるのが定型となった。従って、それ以降の脊椎動物の各群においても5本が基本であり、そこからの特殊化の過程において様々な本数、形態のものが生じた。特に変化の激しいのが鳥類であり、前足は飛行のための翼となり、その過程において親指を除いて独立の指は見られない。 講師は多くのものでは4本であるが、うちの1本が完全に後ろを向く。当初の指は足の先端のわずかな突起であったようであるが、動物の陸上進出、それにつれてのニッチの拡大に従って、その形態も多様化した。細長い指は関節で折り曲げることで物をつかむ機能を持つ。樹上生活においては、細い枝を持つのに適した構造となる。 樹状性のカエルやサル類においてこれは著しく見られる。また、食物をつかむなど、さらに細かい動作も、このような指によって可能となる。なお、物をつかんで操作するという点では、人の親指のように小速に曲げられる指は貴重である。しかし、これを持つものは少ない。パンダの6本目というのは、このような機能を持たせたものである。 地上を走るという機能から考えた場合、むしろ長い指は邪魔であり、短くしっかりしたものが望ましい。犬や猫などは指を短く折りたたむようにして、これを実現する。しかし、よりしっかりと長距離を走るには、さらに固める方が望ましく、ほとんど区別できない指に固くて、厚い爪を装備する。ダチョウや夕日爪類のものが有名で、 これらの動物ではさらに指の減少傾向がはっきりと見られる。水中生活には指の間に水かきを広げて水をかく能力をつける。より遊泳力をつけるために指全体を厚く肉が被ってオールのような形になる例もある。空を飛ぶためにも指の間に水かきを発達させる例がある。日本語の指の名称は多様である。医学、生物学などでは 指を番号で呼ぶ。歌詞のものには漢字に、詞を用い、第一詞、第二詞、第三詞、第四詞、第五詞と書く。第一詞と第五詞は、それぞれ母詞、小詞とも呼ぶ。医学では、手の親指が外側、小指が内側であり、日常語の外側、内側と紛らわしい。このため、親指側を等側小指側を尺側と呼ぶ。足は、 親指が内側、小指が外側であり、日常語の内側、外側と一致する。足の親指側を、すね側、小指側を、小ぶら側とも呼ぶ。指は手の付属器官として、健康については手を基調に語られることが多いが、知覚神経や運動神経が鋭敏である指の固有の働きは、人の日常生活に欠かすことのできないものが多く、その重要性は高い。 付属器官である爪は代謝が早く、また爪の裏には毛細血管が走っており、その色が日常的に観察しやすいために、その時々の体調を表しやすく、様々な健康診断の指標となり、健康のバロメーターとも呼ばれる。また、指には固まりやすい関節部が多いため、指は使わないと1週間ほどで動きがかなり鈍くなってしまう。老化に伴い、 関節部の代謝は悪くなるため、老後もその機能を保持するためには、こまめに動かすことが求められる。指にはめる道具として、サック、手袋、軍手などがあり、装飾や保護の役割を果たす。サックは事務用途として、書類をめくりやすくする目的で用いられることがある。また爪につける道具として、付け爪、マニキュアなどがあり、ネイルケアとして、装飾や、 午後の役割を果たす。裁縫を行うときに針の頭を押すために差し抜きを用いることもある。金属、プラスチック、革などがある。ありがとうございます。